では最後の曲一曲皆さんに送ります。平山郁先生の原爆されたの A 広島小編生まれ変わりの A からイメージをして宇崎竜斗様ニコの音色を作曲していただきまして、この曲は仏様の慈しみの心を世界に響けの曲を皆さんしっかり世界に発信したいと思います。それではボレロ広島、皆さんお聴きください。ボレロ広島。